私たちが今聞くことができるように、今キリストとキリストの言葉の前に、主のへりくだりを与えてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。今日の聖書箇所は使徒の働きの12章の1節から12章の12節読んでいただきました。で、この中で書いているのは何かっていうと、ヘロデ王っていう時代に、初代教会がすごい迫害の中にあったんですね。それでヤコブが殉教したっていうのが2節に書いてます。それで今度ペテロを捕まえて、ペテロもやっぱりみんなの前に出して殺そうとしたわけですね。それで牢に入れられて、4節に書いてますけど、4人1組の兵士4組だから16人に監視させて、で水越の祭りの後に民の前に引き出して、それで殺してしまおう、一応そういう状況だったんですね。だからペテロは牢の中に入れられて閉じ込められていたわけで、肉の力でペテロをこう牢の中から出すのは不可能な状況だったわけですね。でその時に教会はどうしてた、主題教会はどうしてたのかっていうのをここに書いています。5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。使徒ペテロのためにですね、熱心に教会はその時祈り続けていたわけです。で、その時に一体どういうことが書かれているかっていうのを聖書を見ていただきたいんですね。飛びますけれども、神様は御使いを使わせてですね、そして門が一人でにこう開いてですね、飛びますけど10節、彼らが第一第二の印象を通り、町に通じ鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。普通門は一人でには開きません。で、どういうことかというと、神様が御使いを通してですね、でもこれ面白いですね、ペテロだけをこう起こしてるんですね、起きなさいって言ってですね、でその兵士たちは、見張りしている人たちは深い眠りの中にいて気がつかなかったわけですね。それでペテロがどんどん出ていって、最終的にはどうなのかっていうと、そこで門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを行くと、御使いがたちまち彼を離れたっていう、ペテロを離れた。だから厳重に警備されてる牢屋の中にペテロは閉じ込められてて処刑されるっていうような状況だったわけですね。ところが教会が彼のために熱心に祈り続けていた時、何が起きたのかっていうと、ありえないことが起きたの。絶対不可能なことが起きたんです。それは何かっていうと、厳重に警備されてて絶対そこからね、こう脱出するのは不可能な中から、神が御使いを使わせて、神様がペテロを解放させた。そして最終的に12節どうなのかっていうと、11節書いてますね。ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わせてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ちかめていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。だからペテロもなぜこんなことが起きたのかって分かんなかったけども、分かった、みんなが祈ってたから私はこうやって奇跡的に救い出されたってことなのが分かったんですね。こうと分かったので、ペテロはマルコと言われているヨハネの母マリアの家へ行って、そこには大勢の人が集まって祈っていた。で、教会が祈るときに素晴らしいことが起きるって聖書に書いてる。教会が祈るときに不可能な壁が打ち破られていくっていうのがここに書かれてるんですね。すごいと思いません？私たちクリスチャンってなんか力が弱いものではなくて、そうではなくて、私たちが心を、先週見ましたけど、2人か3人が心を一つにして祈るときに主がそのただ中におられて祈りを聞いてくださって書いてますし、教会が祈るときに不可能な壁が打ち破されるっていうことがここに書かれてるわけなんですね。ということを書いてるんです。だからどうなのかっていうと、これは初代教会なんですね。イエス様はもう天に帰られてた後です。状況は同じです。で、私たちも教会で祈るときにどうなのかっていうと、不可能なことが打ち破られるんですね。もう時間かけられてますけども、昔私長崎アンテオキ教会から長崎に1年間使わされて、もう一回の訓練で行って、キアナ牧師のお宅でですね、想定があったんですね。で、その時キアナ牧師でちょっと体調が悪かった。それで、代わりに久保田君行ってってことで、佐世保教会の集会が始まったばっかりです。で、私なんか行ったんですね。で、想定の途中が出たんで、浦上駅ってとこまで行って急いで行ったんですけども、電車が向こう側の方に入ってて、もう間に合わないなって思ったんですね。ところがその日の朝、想定で従えない時に従えるようにって一言祈ったんです。集会ですね、想定の中に。その祈りを思い出したら、急になんか変な表現ですけども、
ロケットがついたような感じになってですね、バーッと行ってですね、向こうの陸を越えてですね、止まってる電車に乗って、で佐世保教会の礼拝に行くことができました。スタートしたばっかりなんですけど、それで、まあ、その時の集会、それ、に遅れていったら、私は間に合わなかったわけなんです。先生間に合わなかった。それで、そこに行った佐世保教会で、私はその代わりに奉仕をさせていただいたんです。すごく聖霊様の働きがあって、こっちに佐世保教会という形になった時に私が最初に務まされた時の、まあ、その時にも私の吟味の管理確認になったんですね。祈る時に、教会が祈る時に奇跡が起きるっていうのが聖書に書いてます。使徒行伝の12章の1節から12節までよく読んでみたら、教会が心を一つにして祈る時に不可能な壁が打ち破られるっていうのが書かれてる。だったら祈ってみませんか。不可能と思っていること、今無理だと思っていることに関してダメなんだって言うんだったら普通の人と変わんないじゃないですか。なんでわざわざ私たちはイエス様のことを知って、十字架も知って、その愛も知って、恵みを許しも知って、でそれで弱いっていうのはちょっとおかしいですね。私たちが本当に神様に祈る時に神が働いてくださるということが聖書に書かれてるんですね。だから私たちはですね、この教会で祈るってことで、もちろん個人で祈ることも重要ですけど、心を一つにしてですね、不可能なことに対してもっと立ち向かって祈っていきたいと思います。お願いします。愛聖様、本当に教会で祈るときにあなたが奇跡を表してくださったことをありがとうございます。さらに私たちが心を一つにして教会でさらに共に祈っていくことができるように助けにしてください。イエスの名前によって祈ります。アメン。じゃあお立ちください。ハレルヤ賛美したいと思います。